社会心理学は個人に対する社会活動や相互的影響関係を科学的に研究する心理学の領域の一つ。現在において社会心理学とは社会における個人の心理学とみなされている。ゴードン・ウォール・ポートは社会心理学を他者が実際に存在したり想像の中で存在したりあるいは存在することがほのめかされていることによって個人の思考、 感情及び行動がどのような影響を受けるのかを理解し説明する試みである。と定義した。社会心理学は心理学と社会学から誕生したものと考えられている。そのルーツは1908年に出版された二つの書籍である。1960年代までは社会学の流れを組む。社会学的社会心理学と心理学の流れを組む。 心理学的社会心理学が並立していた。しかし1970年代以降、社会心理学の実験化が進んだことから、個人の心理に注目する心理学的社会心理学が優勢となった。そのため現代では、社会心理学イコール心理学的社会心理学である。社会学的社会心理学は、現在社会心理学のサブカテゴリの一つである、集団心理である。 心理学はその対象から大まかに社会行動とは関係ない生理的な過程における心理の研究を行う生理心理学と社会行動や社会生活によって影響される社会的な過程における心理の研究を行う社会心理学がある。人間は単体である場合と集団である場合には明らかに異なった心理過程を抱く。社会心理学は このような社会的な人間の行動を集団内行動と集団行動とに分類し、加えて集団を形成する個人のパーソナリティや対人行動の観点からも取り組み、それらに関する実証的な心理学的法則を解明することを目的とする。研究手法の違いにより大きく分けて心理学的社会心理学と社会学的社会心理学とに分類されているが、 両者とも接近した研究テーマを扱っている。研究は個人が複数集合し、社会を形成した際に起こる様々な出来事を包括的に取り扱っており、社会的な状況の中での個人の行動、相互作用過程、集団内行動、集団間行動、環境心理学、異文化、国際間での人間行動の比較研究など多岐に分類される。 社会心理学の場合は、特にバイアスを排除するために、実験の初期段階で、偽の実験目的を提示した上で実験後に、真の目的を開示したり、桜を他の実験参加者と偽るなど、ともすれば、被験者が不快になるような実験を行う機会が多いが、現在は他の心理学の分野と同様、研究者は実験に倫理規定を策定し、 極端なものは自生するようになっている。古くはアリストテレスが人間は社会的動物であると述べた。トマス・ホップズは責任は社会にあり、個人にないという社会的責任を論じている。一般に社会心理学の始まりは1908年とされている。この年、心理学者ウィリアム・マクドューガルが社会心理学入門を出版。 また社会学者エドワード・エイロスも同年社会心理学を発表している。1913年にはジョン・ B ・ワトソンが行動主義者の見た心理学を出版し、以降社会心理学の中心は行動主義となる。テーマは多岐にわたるが大きく分けて4つのカテゴリーがある。ありがとうございます。